はい、ゆめです。こんにちは、どうもどうも。はい、今日も雑談フリートーク動画になります。今日はですね、最近ティオタ界隈でザーザー噂になってるニュールックミキミニの新顔に関する噂、はい、この噂の検証になります。はい、何度かですねこの梅チャンネルでも話題にしてますけども、ミキミニのお顔ニュールック、新しい顔、海外のね、あの新しい顔ニュールックって、まあ、英語では言うらしいんですけども、海外の方ではですね、だいたいこの2015年ぐらいかな、2015、16年ぐらいからこのミキミのお顔がですね、いわゆるニュールックっていうのに変更されて、でそれで今世界中のディズニーパークではこの新しい顔ね、ニュールックになってるんですけども、日本はですねこの1年以上、古いバージョン、現行バージョンのままずっとこのお顔で来てるんですけども、このね35周年が終わってこの4月からですね、いよいよ日本でもこのミキミニがニュールック、新しい顔にいよいよ変わるんじゃないかっていう風に、まあ、今年やかなですね噂が流れてます。でまあ火のないところに煙は立たないと言いますか、根拠というか、まあ噂が立つ理由はね結構あって、信憑性っていうか、なるほど確かにってね思えちゃうんですよね。でなんでこんなね急にいよいよ待ったなしでいよいよ来たかってなってるかというと、主に今ねネットの上ではね4つの噂というか4つの理由がどうやらあるようですね。一番信憑性が高いというか、なるほどと思った理由が、まず1、パークの方ではねミッキーミニーのバースデーぬいば、バースデーぬいぐるみっていうのを売ってるんですよね。これは誕生日の人がインパークして、で今日誕生日ですってなんか自己アピールできるような、そういうツール、そういうグッズの詰め合わせが売ってるんですよ。でミッキーがあったんですけども、最近ミニーも出て、ミッキーミニーでそれぞれ発売になってるんですね。でこの2019年の新年1月になってから、このミニーのですねバースデープログラムのこのぬいぐるみバッジ、このバースデーぬいばっていうんですけども、ミニーのバースデーぬいばがですねちょっとマイナーチェンジされました。でこれね本物見ると、この服装がですね、このミニーのニュールックのこの服なんですね。このワンピースの上半分、上半身の胸元の処理と、あと靴、パンプスの黄色のパンプスのところにねニュールックは赤いリボンが入ってて、で新しく売ってるこの2019年からのこの縫い歯がね、まさにこのニュールックの服装してるんですよ。つまりこれはあの水玉のいつものおなじみのミニーのね衣装から、いよいよこのオフィシャルのミニーの衣装がねこれに変わるぞっていうことをこれ物語ってるんですよね。まあただ顔がね今のバージョンで、首から下の服だけがこのニュールックの服に変わるっていう可能性もまあなきにしもあらずなんですよね。一応この2019年からは海外に合わせてこのミニーの服がね、はい、あのぬいぐるみが変更になってます、なりました。これは理由1ですね。で理由2、理由2はですね、今年の2019年のディズニーイースターのグッズを見ていくとですね、この各キャラクターね、各ディズニーキャラクターがイースターエッグになっちゃったっていう、そういう可愛いイラストもあって、これ毎年出てるんですけども、去年はね、ミッキーミニーはね35周年衣装が、イースターエッグだったんですけども、で一昨年なんかはいわゆるスタンダードなクラシックな衣装でそのイースターエッグになったんですけども、今年このねグッズのイラストをよく見るとですね、ミニーの衣装がですねこのニュールック新顔の方の衣装着てんですよね。でこの衣装着てるってことは、少なくともイースター4月のあたりからはミニーのこの公式のね衣装がスタンダード衣装ね、いわゆるミニーのスタンダード衣装が海外と同じになると、まあこれほぼ決定ですよね。ってことはこのお顔もね新しくなるのをこれほぼほぼ確定ってまあ読めるんですよね。なので35周年終わってから、はい、少なくともミーの衣装に関してはどうやらこのニュールックの衣装になることはほぼ間違いないと思われます。で顔もまあ衣装だけ変えて顔はそのままってことはないと思うので、顔もニュールックになる可能性高いですよね。あとはあの理由その3ね、ニュールック導入かって言われてるその3が、まあこれもね動画で言いましたけど、
C で始まるこの新しい章、この章のイメージイラストがですね、なんかこのニュールックの顔になんか近いんですよね。でキッシーなんかね、たまたまイラストのタッチがこうなっただけでしょとか、イラストレーター絵師が変わっただけじゃないなんていう風に言ってましたけど、まあそれだったらいいんですけども、はい、このイラストを見るとですね、なんかニュールック導入かってやっぱ思えちゃいますよね。はい。で理由その4、これも前動画で言いましたけど、東京ディズニーリゾートのこの公式ホームページのこの年間スケジュールを見るとですね、この年間スケジュールのショーパレードの紹介写真がですね、なんか意図的にね、ミッキーミニーをね外してるような感じなんですよね。あのミキミニーを使わずに年間スケジュールの紹介をしてるんですよね。でこれまた怪しいと。でただこれはですね、去年の9月ぐらいからもうこうなってるよっていう指摘もあるとのことで、特にこの最近にこういう風に切り替わったとか差し替えられたってことではない模様なんですよね。まあでも去年の9月ぐらいからミキミニーが使われてないのは事実なんですよね。はい。なので以上この4つの理由から、いよいよこの35周年終わってイースターからミキミニーニュールック導入かなんていう風に今ささやかれています。まあでもね、この1と2、そのバースデーヌイーバーとイースターのグッズのイラストがなんかね、ニュールックの衣装になってるのはかなりなんか具体的というか信憑性ありますよね。それで俺ツイッターの方でちょっとアンケートを取りました。イースターのあたりからミキミニニュールック導入かなんて噂されてますけど、もし舞浜のミキミニが本当に海外仕様でニュールックになったとしたら、あなたはどうしますかってアンケートを取りました。で答えは2択です。2択、我慢して受け入れるっていう人と、あとは年パスやめて D ごとやめるっていう風に選択肢2つ用意しました。でこれね、602人近くの方がね投票していただいて、なんと結果がですね、 83% が我慢して受け入れる、で 17% の人が年パスやめて D ごとやめるっていう風に投票してくれました。要は顔が変わるんだったらもう年パスやめる、ディオタやめるって人が 17% もいたってことなんですよね。これがね、やっぱいろんな考えがありますよ。たったそれだけの理由でディオタやめるのっていう人もいれば、何言ってんの、このお顔が好きで今のミキミキがかっこよくて可愛くて好きだからね、舞浜通ってでキャラグリに並んだりキャラ台行ったりショーパレね、見てるわけだから、そんな、これは大事な問題だよって、もうこの顔変わったらお手やめるっていう人の気持ちもまあ分かるし、どっちが正解でどっちが間違いとは言えないと思います。人それぞれだからね。まあ個人的にはね、俺は受け入れる派なんだけど、まあでもね、 17% の人が年パスやめてくれるんだったらちょっとパークもつくかなってちょっと思ってしまいました。はい。まあね、これはでもね、前も動画で言ったけど、車のマイナーチェンジに近いんじゃないのかな。例えばさ、プリウスね、プリウスは俺2代目のプリウスが一番いいと思ってて、今のプリウスちょっとかっこ悪いよね。あとはミニかな、ミニもさ、シティハンターのサイバーリョウが乗ってる頃はあんな可愛かったんだけど、今のミニはね、 BMW が資本になってからミニとは名ばかりでね、でかくなっちゃって、なんか味がなくなっちゃったよねっていうのもあるし、まあ車に近いかな。あとはね、なんかホームページのリニューアルとか、なんか OS のアップデートにも近いよね。例えば Windows なんかだってさ、XP 使ってた人がさ、7になってビスタになって8になって10になってって変わるたんびに違和感あったでしょ。でも俺今7使ってて家10にしたんだけど、ちょっと違和感あったんだけど、やっぱ慣れてきたね。で昔あんなに好きだった XP をね、この間久しぶりに触ったら、あれこんな古かったっけっていう風に思っちゃったしね。あとはだからディズニーリゾートのホームページもね、リニューアルされたばっかの時に、うわないわと思ったけど、まあ使ってきたら慣れちゃったしね。 iPhone もそうだよね。 iOS もなんかフラットデザインっていう風にね、 2,3 年前にガラッと変わっちゃってさ、で今久しぶりにね、 iPhone の4とか5触るとなんか古臭いねってやっぱ感じるもんね。だからそれと一緒で、まあ慣れてくと思うけどね。
まあ、とはいえ車でもねやっぱり古い車がいいんだっつって、さっき言ったプリウスもわざわざ2代目ミニもわざわざ古いやつで、80年代の古いね懐かしい車をあえてね買ってる人もいるので、まあ全ての人がなれるとは思えないけど、まあでも俺はなれるとは思いますよ。はい、とまあ以上ですね。4月に、はい、ニュールックいよいよ待ったなし変わるっていうかなり信憑性の高い情報が待ってるっていうのと、あとはツイッターのアンケートの結果の報告でした。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。